はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。対馬陽子様、平様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。観光客がですね、中国を訪れる観光客がコロナ前の18分の1になってしまった。激減ですね。コロナも明けたのにね。中国、ビザ料金を 25% 下げる、ビザ手数料ですかと発表。これコロナ発祥の地っていうのもあるんじゃないのかな。中国行くと、コロナ怖い、外国人を適当に逮捕するスパイ法、反スパイ法って言ったかな、のせいもありそうなんですけれども、私これじゃないのかなって思い当たる節なんですけど、2010年ぐらいからやっぱり金持ち出したじゃん、中国人民が。でハリウッドスターも映画の宣伝にですね、中国訪れるようになったんですよ、2010年ぐらいから。宣伝のために。で、ハリウッド映画の市場開拓っていうのかな。なまじ中国が金持ち出したから。で、ハリウッドスターたちがですね、中国を訪れたハリウッドスターたちが、口々に、中国の便所、最低って、テレビとかで喋っちゃって、拡散してたから、ハルベリーとか、ハルベリーは、中国人は、お金持ちでも、人間が癒やしいって言ってた。アンジョリーナ・ジョリー。アンジョリーナ・ジョリーは中国のトイレで懲りてですね、もうアジアのトイレ嫌っつって、懲りてたんで、で、日本のトイレ、ウォシュレットで綺麗でびっくりした。マドンナとか、ジュリア・ロバーツとか、リチャード・ギアも中国大嫌いね。アリアナ・グランデとか、ダスティン・ホフマンとか、ホイットニー・ヒューストンとか、そういった口々にですね、中国のトイレ最低って、ニーハオトイレで画像検索してみてください。高級ホテルでもこれだって。ニーハオトイレって仕切りねえんですよ。床にただ穴いくつかあって、前の人のケツ見ながら用足すみたいな、そういうね、ニーハオトイレ、まあ見たくはないとは思いますけれども、高級トイレ、中国行ってですね、高級ホテルのレストランで食事した知り合いいるんですけど、その人はただね、ドアがなくてすだれみたいなのかかってるトイレの写真送ってきて、こんなとこででいいかって怒って、メール汚したことあります。笑っちゃうんですけどね。これのせいじゃねえかな。ニーハオトイレが世界的に広まった SNS その他でね、影響力の高い大きいハリウッドスターが懲りた、中国に行くようになって懲りたで喋った、 SNS で広まったと。あとコロナの本場みたいなとこって怖い、あとスパイ、として逮捕するじゃん。こんなんでね、観光客来てくださいって、ずずしんねえ、お前ら。トイレ、早く直してからにしろって話なんですね。清和会、パーケン、不記載、脱税、続報。不記載脱税は、清和会主導であった。清和会事務所で、議員に直接現金で渡していた。渡す際、清和会から、これは政策活動費だから、記載しなくてよい。と全くの嘘説明があった。清和会の誰が説明したか知らないですけど、事務方ですかね。大野安忠参議、池田義孝衆議、谷川弥一衆議に数千万円流れたが一切報告されていなかった。不記載脱税額は清和会全体で数億円に上るとみられる。結構な詳細分かられちゃってますね、議員の個人名からね。これは逮捕者出そうっすね。世論です。悪人だらけ、これはあかんで、まさかの現金手渡しショー、増税したがってる連中が脱税って、政策活動費なら問題ないってのも問題では、
わざわざ現金で直接渡すところとかが手が込んでるよな。完全に裏金扱い。小出しだけどどんどん具体的になってきてすげえな。清和会にペラペラ喋ってる議員がいるということだな。わざわざ現金手渡し、相当な額で保管にも気使うだろうに、あのネットで銀行振り込みなんていうのが楽でいいだろうに、清和会はなんで嘘ついてまでね、不記載と脱税を指導したんだか謎ですね。脱税で派閥になんか得あんのかな。記載しなくて本当にいいのって議員連中も疑問に持たなかったんだろうか。それともね、あの赤信号みんなで渡れば怖くないだったんでしょうかね。しこたまもらってた議員の名前も額も出てきてから、そのうちこれらの謎が明らかになりそうですね。なんで清和会は嘘ついてまでそういうふうに指導したんだっていう謎。岸田政権、清和会の大臣副大臣政務官15人を全員更迭する方針。あらら、思い切りましたね。激しく反発する議員もいるみたいであります。不満なら自民党から出ていけばいいんじゃないの。そこまでするなら、あの第3次岸田内閣と一回言って、清和会抜きの組閣し直しした方が潔いんじゃねえのかなって思いますけれども、世論です。マジですか。全員アウトだったってことが、そして誰もいなくなった。岸田は内政も外交も空っ岸だが、権力闘争にめちゃくちゃ強い。反発する前に説明責任を果たせ。なんか問題があるのか、代わりはいくらでもいる。衝撃もねにも自業自得だろ。次の総裁選出馬を諦めたんだろう。他派閥はどうなん。暴露合戦してよ。捜査が進んでですね、脱税と政治資金規正法の収支不実記載懲役5年とかになったら、まあ議員でいることも危ういから、役職外されたぐらいで反発してる場合じゃないですよね。2022年度自民派閥別議員1人当たりのパーケン収入申告額、申告ね、これあのあくまで、建前、麻生派416万円、議員1人当たり、茂木派342万円、岸田派390万円、二階派459万円、森山派502万円、清和会95万円、他のあの5分の1くらいですね。これとですね、あのパーティーやった回数を付け合わせれば答え出ますね。清和会は他の派閥の5分の1ぐらいしかパーティーやってませんでしたとか、清和会の議員は人気ないからパーケンがあの他の派閥の5分の1しか売れないってことないんでしょ。じゃあしゃあないっすねこれね。他の派閥はやってないのかっていう、投稿ありましたけど、これ見とあのやってなさそうだな他の派閥はな。なんとなく、宏池会、が51人で 1.9 億円集めてんで、99人の清和会はですね4億円弱ぐらいないと不自然なんですよね。報告されてんのが9500万円のみ。毎年毎年3億円ばかし抜いてたっていうことになるのかな。5年前はすぐやってたそうなんで、15億円は脱税してる。全閣僚更迭もやむえないですね。逮捕されたらあの議員職も危ういしね。安倍総理これ知ってたんですかね。派閥会長は8ヶ月しかやってない。総理になった2012年年末に総理になった時に、慣習通りですね、あの派閥の会長を抜けてですね、派閥会長は8ヶ月しかやってなくて、派閥とは距離を取ってたから、知ってたんだろうか、わからない。岸田安倍総理が会長を辞めてからこれ始まったのかもしれない。わかんないですね。で、あの安倍派っつってんのは、安倍派の議員自体もですね、安倍派って言ってんですよ。今会長安倍さんじゃねえのに、その方が通りがいいから。岸田総理来年9月の総裁選に出ないって決心したがですね、党内に敵作ってもいいやって思って全閣僚更迭の決断下したんですかね。右肩下がりが止まらない内閣支持率、出馬しようとしても人気のなさに周囲がですね、やめろ、止めると思いますけどね。出て恥かくな、止めると思いますけどね。あんたじゃ自民党が持たねえんだよ、言うかもしれないですね。
なんで非課税低所得世帯にばっか給付すんのか不公平だがネットで議論されておりました。2020年10万円安倍政権全員がもらえたのはこれだけ、21年10万円非課税世帯のみ、5万円22年非課税世帯のみ、23年3万円5万円7万円非課税世帯のみ、5万円っていうのは未成年、じゃなかった、未成年者、あ、18歳以下、世論です。働いたら負け、非課税年金世帯は大事な票田だから、私ずっとですね票だって読んでました。間違ってた、票田。いつもワープアがひどい目に遭う。ワープアってワーキングプア、働いてんだけど貧乏だって人ね。もう非課税世帯に1億円配っていいぞ。給付金もらえる貧乏のどこが羨ましいんだ。外国に配った分を国民に配ってれば支持率まだ高かっただろう。そもそも外国に配るのやめたら税金安くて済むんだよ。そうは限らない。あればあるだけ余計な事業で使いたいのが官僚であります。その方が天下りなんて作れるからね。投票率の高い高齢者を優遇するのは当たり前だろう。収入に関わらず一人一票だからこうなるわな。まあね、非課税世帯は大体年金暮らしの高齢者さんですね。大部分が、私権です。この場合一番不満持つのはですね、ギリギリ課税されててもらえないっていう世帯でしょうね。減税こそですね大公平なのにそれはしたくない。自分の裁量で金配りたいからどうやっても何をやっても不公平感が出るんですよね。安倍政権がやったように完全に一人一律で10万円配るならまだしもね、それだってですね外国人にも配るんかーいっていう不満はありましたよ。とにかく政治に対してですねあれしてくれこれしてくれって要求するのはですね増税してくれって言ってるって同じことですからね。庶民から全てを取り上げたいですね財務省の思うつぼであります。くれくれ政治はやめましょう。その他のニュース。今年3月国際刑事裁判所ウクライナ戦争犯罪でプーチンに有罪判決、逮捕状を出していた。その裁判を担当した3名の裁判官をロシアが指名手配にしました。赤根智子判事、我々が死んでもいくらでも代わりはいると発言。男ですねこの人ね、肝が座ってるっていうかね。ここ毎年日本が受賞している環境に優しくない化石賞、中国の方がひどいよねっていう質問に対してですね、複数の NPO や NGO が中国国内で活動できなくなると困るからだそうであります。日本政府は活動禁止にしないってなめられてるみたいですね。そんな理由で決まった賞に何の権威もないですよね。どうでもいいかだからって、防衛装備庁、レールガンの連続発射に成功した。レールガンっていうのはリニアモーターカーと同じ原理だよね。で弾飛ばす、ものなんですけれども、砲身に新素材を採用するなどして口径40ミリの弾を威力を衰えさせず連続120発発射することに成功。レールガンの利点なんですけど、弾速が超超音速で威力と射程が増大。エネルギー、弾の持ってるエネルギーは速度の2乗かける重さですから、まあ速くできるのは効果が高い。あと射程も伸びる。火薬がいらないんで弾が軽量、弾の部分しかいらない、薬莢部分いらないで、ガサばらない、たくさん持てる。弾の値段が数百分の1、発射コストが数百分の1、とある科学の レールガンごっこができる。ジャッジメントですわ。知らない人は全然知らない。ジャッジメントですわって言ったのは黒子でしたっけ、ミカサじゃなくてミサカ、ミサカか、ミサカ誠、とある科学のレールガンごっこできるですね。早く見たいですね。でね、同じ金で弾数百倍持ってるんだったらこれ防衛強化にもなりますしね。あと1回の航海で
もうあの使い切れませんよこの玉みたいになって余裕ができるしね。12月29日、メール党員様忘年会まではもう少し空きがあります。皆様ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。